こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回は先日のアプデで微強化された MCS を使って遊んでいくわよ。え、今の当たってない？なんだこのコッキングの遅さ。は？外したら終わりじゃん。おい、当てたろ。手前の柵に。全然強くなってねえわ。で、どう強化されたんです？どうも、全員さん。どうもです。具体的に言うと、01バックショット弾のペレットあたりのダメージが増えたわ。01バックショット、ペレット、すみません、今まで使ってこなかったので何が何やら。そういうと思って弾の性能をまとめてきたわ。用意周到ですね。それがこちら。なるほど、お尻の数字がでかくなるほど拡散も大きくなるんですね。で、今回強化されたのは拡散が中くらいの01と、ちょっとこれを見ただけでは何とも言えませんが。断言すると全部ゴミです。そんなことあります？ 3.0 以前はフル強化状態で撃てたから適正距離であれば確実にワンパンできたんだけど、 3.0 でクソ細い円錐型に飛ぶようになったので近距離は丁寧に狙わないと当たらない上、体の正中線からちょっとでもエイムがずれるとワンパンできなくなったわ。きついですね、それは。しかもコッキングがクソ長いせいでワンパンできなければ 0.5 秒間は無防備になるし、リスクとリターンを鑑みるとどの弾使ってもクソ弱いです。悪い、死んだわ。ということで今回私作戦を考えてきました。作戦でなんとかなる弱さなんですか？作戦名はサイドアームスワップ。こうかっこいい名前ですね。具体的には何をするんです？ガジェットとサブ武器をメインに据え、なるべく MCS を使わないようにするの。すごい、霊夢さん天才ですか？それなら MCS の弱点というか MCS という弱点を完璧にカバーできる。いや、 MCS 使えよ。マリサイタのね、あまりの事態に飛び出しちまったぜ。ファイアバースト最強。 MCS が弱すぎるからって開始1分でサジを投げるな。いや、使うわよ、ちゃんと。ほら、はい、メイン武器にチェンジ。メイン武器言うとるやんけ。こんな使い方なら別に何の銃でもいいだろ。実際 MCS は他のどんな銃でも大体可能よ。手厳しいな。おい、ぶっちゃけピストル縛りした方が強いし、でもそれだと動画の獅子がぼやけるから、しょうがなく使える時は使ってあげようとしてんじゃない。で、使える時はいつ来るんだぜ。まあ少なくとももう少し先っぽいわね。もう終わりだぜこの動画。ちなみにサブ武器には MCS と一緒に強化された P125 を持ってきてるわ。バーストの間隔が少しだけ短くなったんですね。もともと射程の長いピストルだったから強化も相まってメイン運用には持ってこいよ。マリサ行っちゃった。私はもう寝るぜ。たく、しょうがないわねー。お眠なんですねー。そういえば質問来てた。全員のエアバーストのコツってありますか？コツというか仕組みが分かってない人もいると思うので一応解説しておくと、まず敵の位置を把握します。続いてその手前の遮蔽でロックオンボタン入力、あとは撃つだけ。終わりです。背の低い遮蔽は上から通すと当たりやすいですよ。全員さん補足ありがとう。そんな感じですかね。なんて言ってたらエアバーストも玉切れしちゃったんで、そろそろ MCS 使いますか。強いのでは。敵が止まってたし削れてたしで別に何の武器でもやれたけどね。はい。動いたから間違えて撃っちゃった。死体は動くものですよ。このゲームではね、気をつけます。自己回復あるのに注射持ってきてるんですね。装備が装備だから常にフルヘルスを保たないと死んじゃうんで。なるほどです。言って、はい、こういう時の注射便利ですね。確かに。不届き者はどこだ。いけますね。どうだと思って追ってきたのね。まあ一直線に動く敵には強いかも。だいぶ敵が拠点に近いですが、これは MCS チャンスじゃないですか。でもまだ入ってきてないのよね。逃げたかって。敵おるやん。はぁ、このゴミ武器どうしました？さっきコッキングせずに武器しまったせいで取り出し時にコッキング要求されたんだけど。ちゃんと作り込まれてる。いいゲームですね。そうなんです、今のは私が悪かった。って体が燃えてるよ。A に取られてんじゃん。何やらピンが刺さってますね。ピンの近く本当にいるのね。クライアバースト。はい、最強。ピストル。エアバースト。アンドエアバースト。そろそろ MCS 挟んときます。しょうがないわねー。クライギム CS。ノルマ達成ですね。スファーだったらもっと早くやれたなー。それじゃあご褒美エアバーストいきます。気持ちいい。敵が結構拠点に入ってるわね。しょうがない、 P125。ここは MCS 行っとかないですか？まあそれもそうね。使いたくねえな、このゴミ武器。そう言わずに。カスあたりか。当たんねえ。よし。ショットガンのくせにエイムいるのがきついですね、やっぱ。一定、12M オートだったら適当に撃っても殺せるのに。注射キャンセルされたし。注射ってキャンセルされるんですね。撃ってる最中近くに弾が飛んでくるとね。敵を押す。このゲーム制圧効果実装されてないはずなのに不思議ですね。実装されてないだけで内部には判定が残ってる説。なかなかいい位置じゃないここ。弾切れた。P125 強いですね。かなり扱いやすくなってるわ。リロードめんどくさ。時間かかりますね。なんとこれ 7.23 秒かかるわ。片や 12M オートのドラムはこの半分の時間でリロードできるというのに。ダイスは何を思ってこんな弱さにしたんですかね。マジで何も考えてない説があるわ。すれ違った。コッキングのため退避。敵いっぱいいますね。当たんねえよ。はい、クソ長リロード入ります。2発だけ入れたい。つまんな、もうやめていいかしら。クソ武器縛り辛そうですし、やめるのも致し方ないんじゃないですか。というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。